1968年12月24日に撮影された地球のでフランク・ボーマンとウィリアム・アンダースが地球のでの撮影中に交わしたやりとりメディアを再生する4週目の月道場でアポロ8号の乗組員から見た月の地平線上を登る地球のシミュレーション。途中で乗組員の撮った2枚の写真と重ねられる。 地球のでは、アポロ8号ミッション中の1968年に宇宙飛行士ウィリアム・アンダースが撮影した地球の写真のことである。史上最も影響力のあった環境写真として知られ、アースデーをはじめ様々な環境運動のアイコンとなった。アポロ8号は人類初となる友人の月周回飛行を行った。 地球の出とはこのミッション中の1968年12月24日に月の周回軌道上からウィリアム・アンダースがハッセルブラッド社のカメラで撮影した写真に与えられた名前である。直前に船長のフライク・ボーマンが白黒写真でこの光景を収めており、その後にアンダースが 70mm のカラーフィルムを見つけた。ボーマンの写真は 地球の明暗境界線が月の地平線に接しているという違いはあるが、大陸の位置と雲の模様はカラーの地球の出と同じものだった。この時の様子は録音されており、文字にも書き起こされている。ボーマン、オーマイゴット。この景色を見てくれ。ほら地球が昇ってきている。和を、美しいじゃないか。アンダース、撮るのかい。予定にないよボーマン、ジム。 カラーフィルムはあるアンダース。早くカラーのフィルムを渡してくれないか、同じ場所で何枚もの写真が撮影された。ミッション中の録音テープから、ボーマンが指示し、ラベルとアンダースが喜んで協力したことがわかる。アンダースが最初の一枚を撮り、ラベルが続き、アンダースが異なる録音量でもう二枚の写真を撮影した。フロムジャース・トゥムーンは、アンドル・チェイキンの人類、 月に立つをもとに制作されたテレビドラマだが第4話で予定にないというセリフをボーマンに語らせている。しかしその発言の主をアンダースに返している TBS の方が正しいことは上述の録音からも明らかだ。実際のところ船長のボーマンがそんなことを言ったならば今のようなカラー写真は撮影されることはなかっただろう。1988年に出版された ボーマンの自伝には、彼の写真の白黒版がほぼ1ページ台で使われており、写真誌に残る非常に有名な1枚、ビル・アンダースから放たれたカメラを私が受け止めて、撮影したと解説されている。さらにボーマンはこの写真を、優勢校舎が切手に採用しており、この写真以上に複製された画像となると、ごくわずかしかないと書いている。しかしフランク・ボーマンの自伝に副写された。 地球のでは、アンダースの写真とそっくりだが、水平方向に反転している上に切り取られて、印刷されている。切っても、アンダースの写真通りに雲や色合い、地形の模様を再現している。傍慢によれば、原子力工学の修士号を持っていたアンダースは、科学者兼乗組員として、実際に月に着陸するアポロ号の船員にとって、非常に重要な義務である。 写真撮影も行うことになっていた。この写真の地球は出版物では次のような方位になっている切手になった地球の出ライフ誌で組まれた特集世界を変えた100枚の写真で自然写真家のガレン・ロウェルはこの地球の出を史上最も影響力を持った写真と呼んでいる。地球の出という名が初めて活字になったのは1968年12月にシカゴトリビューンに掲載された AP 通信の写真に付けられた解説である。1966年にルナオービター1号が最初の地球の出を白黒写真に収めているが、こちらはあまり知られていない。スケジュール通りであれば撮影対象でなかった地球の出は1972年に撮影されたブルーマーブルとともに全く新たな地球のイメージをもたらした。それまで巨大で 半ば無限大であった地球は、ジョン・ダウニングによれば、今や可憐かつ孤独な惑星であり、人々に保護を求める存在となったのだ。地球のではそうしたエコロジカルな世界観の下で、様々な環境運動の旗印に用いられ、20世紀において、最も広く流通した画像の一つになった。1969年、 アメリカ優勢公社は月を周回したアポロ8号を記念した切って描いていることが特徴で、船員たちがアポロ8号の中で読んだ創世記の初めに神はという言葉が添えられている。2008年4月6日、初めてハイビジョンカメラにより地球の出が動画撮影された。この満地球の出没はジャクサの月周回衛星ゼレーネから撮られたものである。 1>, 1年と8ヶ月にわたって月を周回することに成功したゼレーネは2009年6月10日に予定通り月面に落下し運用が終了した。ありがとうございます。